はいどうもマジシャンサロッツです。イエイエイということでですね、今日もですねこちら、はいこちら、あなたには取れない、ね、魔法のセキュリティということで、それではですね魔法のセキュリティやっていきたいと思います。でですね、最近の、まあ、セキュリティって発達してるんですよね。こういう、まあ、カードケースにですね、カードを入れてこう南京錠をつけるというのが流行っていまして、まああのこれだとですねクレジットカードが使えないということになりますね。まああのこうね切る分には使えないですけど、まあ番号を打てば使えるんですけどね。まあそんなことはさておき、硬いことは抜きにしていきましょう。まあこれ完全に今カード抜け出せない状態ですね。でこれねマジシャンは警戒心すごい強いんですよ。知ってました？でだからこういうことしたりするんですけども、まあ万が一ですねこの鍵をですね、開けられてしまったと、ね、開けられてしまった場合は鍵が開かねえじゃねえか開けられてよいしょしまう場合ね、万が一こうやって開けられてしまった場合ってカード取り出されるじゃないですか。でこうやってねカード取り出されてしまうんですよ。でマジシャンはですねさらに保険をかけるんですね。でこの状態から人に、まあ、取られてもですねじゃあ出してみてくださいって言っても絶対出せないんですね。ちょっとやってみますね。かなり力入れてますね。これ出てこないんですよ。あれ全然出てこないです。これ演技でもなんでもなくて本当に出ないんですよ、っていう風に人にやってもらえるんですね。で、マジシャンはだから僕はすごく保険をかけてるんですよ。絶対出てこないでしょ。でもおまじないを解いてあげると確実にカードが、まあ、出てくるということになります。これが、魔法のセキュリティになります。イエイエイ。はいということで、いかがでしたか？あなたには取れない魔法のセキュリティということで、自分でやってみたら取れないんですよねやっぱりね、不思議です。で、これですね実際はまあ、人と絡んでやるマジックですから、僕が一人で演じてても分かりにくいと思うんですよ。でだから私が、演じててもですね一人で演じててもちょっと分かりにくいんですね。やっぱり相手と絡まないといけないんですけども、相手と絡んだ時の効果は絶大でございます。はい、ということで、転用ファンのあなたぜひですねやってみてほしいと思いますよ。イエイエイ。どうも動画をご覧くださいましてありがとうございました。もしこの動画がね気に入っていただけたら、こちらチャンネル登録お願いします。クリッククリック。 PC の方はこちらをクリックしてください。でスマホの方は下の説明欄からですね、チャンネル登録の方お願いします。ということでサロッチでした。イエイエイ。